こんにちは、美容スタジオの野口です。今回のテーマはこちら、多毛の方のグラボブタイトに作ろう。裏技ですね、これは。あ、これね、裏技ですね。はい、で、グラボブが切ってあります、これ、はい、で、これ多毛の方だと見立っていただきたいんですけれども、ちょっとね、ある工夫がされてるんですよ、裏技なんで。ちょっとね、カットラインがね、こんな感じで。おお、最近カットライン系の話が多いんですけど、はい、ちょっと普通のグラデーションじゃないですね、これ。あれ、なんか繋がってないんですよね、また、うん、またやっちゃってんですよ、これ。繋がってないやつサイドにね、はい、こういうのを作ってあります。で、やっぱ多毛の方とかってどうしても削ぎに頼っちゃったりとかしやすいじゃないですか。はい、でもベースカットの時点でいらない部分をカットしてあげたりとかすると、すごくこうタイトになって、はい、削ぎも必要最低限で済むかなと思いますんで、まあぜひともね、多毛の方って短く切るの怖いかなっていう美容師さんもいるかなと思いますんで、こういうのも覚えてってもらえたら嬉しいかなと思いますので、よろしくお願いします。うちとアブタは一緒に働くスタッフを大募集しています。詳しくは概要欄の求人の動画をご覧ください。一緒に横浜の場を目指しましょう。目指しましょう。はい、じゃあ切ってきます。はい、はい、で、今回もね、ちょっと切ってあるんですけど、うんうん、2セクションで切る形になってくるんで、ブロッキングは、得意の鉢植えで取ってもらって、はい、できればこうバックに行くにつれてこう V 字になるような感じで取ってもらえたら嬉しいかなと思います。うんうん、はい、で、今回は、低めのグラでとりあえずベースを作ってほしいと思ってるんですよね。なるほど。この後ここにハイレイヤーを入れて、はい、ここから削っていくんで、あまりにも最初のグラの作ってるベースが高いとどんどん高くなっていっちゃうから、自分の作りたいデザインよりも気持ち重めに作っておく。そう、気持ち重めに作って、このラインだけ作っといてください。なるほどです。はい、で、あとは、下の方とかは自由に作れるんで、ここから今日の肝のところをちょっと切っていこうかなと思います。はい、はい、で、切り方としてはこの一番出っ張ってるところあるじゃないですか。はいはいはい、鉢ですね。うん、ここの毛っていうのは結構邪魔な毛なんですよね。うんうん、多毛の人でも広がる毛の人とか。はい、だからここの毛をハイレイヤー入れます。ここにハイレイヤーを入れる。はい、全然切り方のイメージがわからないです。今日の今作ってるラインはこういうラインじゃないですか。ちょっとグラボブベースですね。グラボブベースで、はい、ラインもちょっと前下がり、前下がりで、ここ前上がりじゃないですか。はい、で、まあ、ここはあんまり切りたくないので、はい、ラインも前下がりなんで、これ一気にこう持ってもらって、うん、上に引き上げます。クイッと、うー、すっげえ角度に引き上げましたね。はい、そうするとここに前上がりのやつが見えるんですよね、これ。うん、これ切っちゃダメなやつ。それアウトラインですね。うん、で、ここに出てくるんで、うん、この出てくる毛を切ります。こう前下がりのラインで今ハイレイヤーを入れた、はい、ハイレイヤーを入れました。で、そのまま展開していきます、こちらに。はい、はい、あ、その切ろうとしてる毛、どっから生えてるかちゃんと見たいんですけど、この毛がどっから。この毛はここの毛ですね。おお、やっぱほんと鉢だけですね。鉢のところだけ切ります。これ結構ね、前回のやつで空いてあるんで、はい、柔軟に取れてきますけど、普段のベースカットだったらもうちょい綺麗に出てきますんで、ほんと床に垂直ぐらいに引き上げて出てくる毛、ただ出てきてるのはその鉢の手だけですね。そうですね。ほんと鉢のところだけをハイレイヤーで、そうです、取ってきます。はい、で、引き出した角度はさっき作ったアウトラインや平行に。そうですね。で、まあこの辺からは全部このスライスに合わせちゃっていいですね、ここ。はいはいはい、ブロッキングか、はい、ブロッキングに合わせてスライスこうやって平行に取ってって、はい、ちょっとこういう形になるよね、はい、していきます。で、センターまで来たら、センターまでここが切り終わったら、はい、こう切ってきてるんで、はい、切り返しますね、こう。そうですね、こっち、こういう感じで、はい、
だから指の角度も逆になりますね。そう、指の角度も逆になりますね。でこっちもこうやって切っていくと。グラブだからそっちですけど、マッシュとかだったら逆になるってことですよね。そうですね。ではまあマッシュよりかは基本的にこういうグラボブで使うことが多いかなと思います。はい、はい、そうするとここにねすごい短い毛がいるんですよ、ここにね。うん、そこ一線にハイレイヤーが入ってるので、はい、短い毛がいるので、どうしようかな、こっちか、うん、すげえ切りづらいな。こうだね。はい、見えないね。こうだね。はい。これ短い毛。はい。じゃないですか。今作った毛ですね。これ作った毛ね。はい。で、この下がアウトライン。はい。なんでこれは好きにつなげて平気です。高く上げて切れば切るほどここはスッキリしますよね。はい。重く残そうと思えば下に行ってここの角だけ取れば重くなりますよね。うん、ここは結構ね任せます。なるほど、はい、デザインになってくるんで、すっきりしたければやっぱ上げた方がいいし、はい、今回はちょっと低めに設定します。はい、だから最初のベースカットの時はやっぱ重めに作るんですね。そうですね。でも裾のアウトラインを作っていきたいから、まあいつも通りのカットをちょっとウエイト下げながら切るみたいな。ああそうです、そうです。ここの繋げ方は本当デザインによるって感じですね。そうですね。でもこっから下とかはもう G とかで好きな角度に切ってっちゃっていいですよ。もう上は関係なくなってくるんで、はい、こっから下はこのサイドからここの下はもうウエイトの作り方になってくるんで、重く作ってるところをこれの繋がりで頭の形に合わせて作ってでも全然いいかなと思います。はい、まあ、スッキリ締めたければオンベースでね、センターに重みを残したければこっちにダイレクションかけて、うんうん、この辺を切りましょう。はい、ってなってくると、まあ今ちょっと一通り切り終わったんですけど、どう見せようかな。ここに短い毛がいるじゃないですか。はい、見えるかな、本当に1センチしか入れてないから、ここ、うん、ここにハイレイヤーが入ってここに G が来てると。ほうほうほう。だからここの毛は結構短いんですよね、ほら。そうですね、ここか。はい、分かりやすいところ。うん、ここにハイレイヤーが入ってこういう感じですよね。うんうんうん、これこれこれが短くなってる感じになります。はい、で上をつなげていくんですけど、もうここに合わせて切るんじゃなくてこの下に合わせて上を切っていくみたいな感じになりますね。はい、はい、高評価、コメントお待ちしてます。直樹のインスタ、アブタのツイッターをフォローお願いします。お願いします。チャンネル登録は右下をクリッ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 ク。はい、そしたら今、この鉢下にハイレイヤーが入ってる状態で、はい、で下にアウトラインがありますよね、うん、で上を切っていくんですけど、上はこのアウトラインに合わせちゃっていいです。はい、だからもう一番見えやすいところですよね。はい、ここに合わせて、まあここも好きな角度で大丈夫です。まあこれも上げれば上げるほどあれですよね、すっきりする。絶対ね、ここもちゃんとこうハイレイヤーが下グラ作ってればグラのやつがいるんで、
それに合わせて切っちゃって平気です。はい、じゃあさっき作ったハイリーヤーがガイドになるってことはないってことですね。ことはないですね、はい、なってくるともうほんとこの辺で切れないんで、ね、もうやばいことになっちゃうから、はい、それは絶対ないので。イカみたいになりますかね。イカ、イカなんかあったな、そんなコメントくれた人がいたからよし、はい、こんな感じですかね。はい、はい、じゃあ切り終わったんですけど、カットライン見てもらいましょう。気になります。気になります。見てもらいましょう。見てもらいましょう。はい、でれーん、でってれーん、ドッキリみたいになってんじゃないか。でってれーん、はい、おお、こんな感じです。すごい。ここに鋭いベルが入ってて、その上にこうかぶさってますよね。はいはいはい、見えますかね。見えます。で、まあここの部分が、まあこの鉢のさっき削った部分ですね。さっきの削った部分になります。はい、はい、はい、で、下の方にはこうやって G が残ってる形になるんですね、うん、この下の方ね、はいはい、で、こうやって下ろしてくるとここね、ああ、そこ L の部分ですね。これ L の部分ね、はい、これがこうゆっくり降りてくるとこんだけ段差がついてるんですよ、はいはいはい、ってことはここは軽いアウトラインになるわけですね。そう、その部分軽くなってますよね。そうです。で、ここの隙間にこの上の重たいのが乗っかってくるわけですよ。はいはい、シュッ、なるほど。そうするとここはアウトラインすごく軽くなるし、うんうんうん、ミドルのところが軽くなってるんでやっぱタイトになりますよね。なります。その分毛がないから、はい、これがもし毛が残ってたりとかするともっとこう丸い感じのですよね、シルエットになってちょっと広がってるように見えたりすると思うんで、はい、やっぱ多毛の人とか広がりやすい人とかにはやっぱいいですよね。かなり有効ですよね、うん、まああと最近僕はなんかこうショートボブやってて重めに作ってた人を春っぽくするのとか、うん、軽やかにするのにこういう提案をして切ってたりとかするんですけど、おで、より軽くしたいんだったら、まあここまでしか段差が入ってないので、はい、ここもっと軽くしたいっていうんだったら上にレイヤー入れたりとか、うん、こうね、横スラレイヤーでこう切っちゃうとかして、はい、あとはこうチョップとかそぎとかでやってもらえればいいかなと思うんですけど、まあ、やっぱり髪の毛多い人とかってそぎだけだと対応しきれない部分たくさんあります。あるじゃないですか、はい、だからやっぱりいらない部分をどこまでカットするかっていうところって大事なんですよね、うんうん、だから今回でいうとここの鉢周りの毛はいらなかったからハイレイヤー入れて上にかぶせてきたっていう流れになるんですけど、はい、まあ、やっぱりこういう何ですか、工夫だったりとか、まあ、そういうのができたりとかするとベースカットで形が整えられたりとかね、はい、うん、まああんまりベーシックな切り方ではないんですけど、うん、まあ、やっぱりそういうお客様に合わせるっていう意味ではこういう切り方も全然ありかなと思いますんで、まあグラボブとか理解してきて変化つけたいなとか、ショートボブ分かってきたから変化つけたいなって方はこういう切り方もね、ぜひともやってもらえたら嬉しいかなと思いますんで、ぜひとも参考にしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。次のおすすめ動画はこちら。アブダの動画の方が市民売り上げ伸びるよ。なんだよ。美容師道場チャンネル登録はこちら。